こんばんは。皆さん、お元気でしょうか。こんばんは、こんばんは。はい。それ入ってすぐリクエストしてくれるんだけど、めっちゃ喋りたがってるやん、これ。そんな入ってすぐリクエストする？逆に気になるね。このリクエストくれたあなたのこと気になるよ。速攻参加リクエストしてきてるから。間違いかな？久しぶりにインスタライブを行います。まあ僕がね、あのインスタライブを行うときは、大体、ね、こうライブが始まったりとか、始まる前とか、曲が出る前とかですね、基本的に、宣伝に使っております。はい、申し訳ないなと。インスタもなかなか更新しないんですけど、まあ、ぜひあのこういう時にね、皆さんと一緒にこのインスタライブで楽しめたらなと思います。なんせね、あと10日でですね、ライブツアーが始まるんですよ。3年ぶりのライブツアーが始まるんで、まあ、本当に多くの人に見に来ていただきたいなと思って、まあ、少しでもこう迷ってる人とかね、あ、ウィンズのライブあるって知らなかったっていう人に少しでも届くように、ちょっと今回このまあもうギリギリ10日前なんですけど、宣伝させていただこうかなと思います。 FC できた時からファンです。ありがとうございます。長いですね。21年ぐらいですかね。はい、八王子行きます。ありがとうございます。ライブが楽しすぎる。やあの、もう本当に楽しみにしていただきたいなと思います。肌綺麗。あ、本当ですか。ありがとうございます。今回初めてライブに行かせていただきます。あ、そういう人がね、いてくれると嬉しいですよ。もうそういう人、まあもちろんね、毎回来てくれる人も嬉しいんですけど、初めて来てくれるっていう人はね、こう、どうにかこう、そっからまたウィンズのライブにね、楽しんで、ずっと来てほしいなっていう気持ちはありますしね。まあ今まで来た人もね、毎回来たいなっていう気持ちになってもらえるといいなと。思いながら毎回、まあ、いろんな試行錯誤しながらライブを考えてます。セトリ教えてダメでしょ、多分。うん。でもあんまりね、僕、なんか最近あるじゃないですか。ネタバレ、まあ最近っていうか昔からこうライブのね、ネタバレがどうこうっていうのがあるんですけど、もうね、この今の時代になって僕はあんまり気にしないんでね、うん。なんか自分で言っちゃうこともありますしね、間違ってポロッと。はい。まあ始まるまではなるべく、こう秘密っていうかね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい。ファンクラブ潰れましたか。潰れたんですかあ、ファンクラブ潰れたんですね。それはしょうがないですね。いや、しょうがないというか潰れてはないと思いますね。夫婦で行きます。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。ダイスさんとのツーマンライブ最高でした。ありがとうございます。先月、あ、今月かな。まだ今月か。今月でしたね。今月頭ぐらいに、はい、ダイスさんと北海道の方でね、ツーマンライブやりましたけども、楽しかったですね、あれも。まあそれがあったりとか、 MTV のあのライブマッチっていうのでもあのライブをやったりとか、まあその前にファンクラブ限定のファンクラブライブっていうのが、あの2月ぐらいから、あ、結局3月か4月ぐらいになったのかな。はい、なんかもういろいろね、延期になってね、あの大変だったんですけど、まあ3年ぶりのライブだ。もうようやくライブがやれるということで、めちゃくちゃ楽しみにしておりますよ。中2でファンになる。もうすぐ34になります。同世代ですね。ってことはもうデビュー当時ぐらいからのファンかもね。
はい。ご家族皆さん元気です。はい、元気ですよ。娘と初ライブ本当に楽しみです。ありがとうございます。ケイタ君、ワンちゃんインスタライブでも紹介してください。いや、インスタライブには出てこないですね、うちのワンちゃんは。少しムキムキになりましたか？ちょっと痩せたんですよ、この2日間ぐらい。1、2キロぐらいちょっと落ちちゃって、はい、いろいろバタバタしててね。3年ぶりに夏が来て嬉しいです。いや、久しぶりですよ、本当に。どうにかね、まあでもこのね、トークだけじゃなかなか、あれですよね、ライブ見に行きたいなって思わない可能性の方が高いですよね。どうしたら、この今日来てくださってる皆さんの中で、まだライブちょっと考えてるんだよなっていう方を、こう引き込めるようになるのかと。さすがにね、これ喋ってるだけじゃ、来てくんないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。ワンちゃん飼ってます。はい、どうしましょうかね。ちょっと歌ってみる。いやー、これね、難しいところですよ。ライブでやらない曲を歌ったとしてもね、ライブでやらないんかいってなるじゃないですか。ライブでやる曲歌ったとしてもね、結局お前やる歌歌うんかいってなるじゃないですか。これ一番難しい。うん、これ一番難しいよ。子供がいるとは思えません。ほんとね、子供みたいでしょ。僕いつまでも子供みたいなんですよ。すいませんね、なかなか成長しないんですね。男は特にね、ずっと子供ですよ。皆さん覚えておいてください。いや、そんなことない。みんな、あ、そんなこと言うと他の人たちに失礼だな。全然、僕みたいなやつは、もうずっと子供みたいな人間なんでね、はい。大人になりたいなと。年齢だけ重ねていくんですけどね。困ってます。一緒に過去のライブを見る。あ、なるほどね。いや、それ、ハードル高いな。もう、めっちゃファンじゃないと一緒に見れないでしょ。はい。ありがとうございます。私は36になりました。あ、一緒に年を取っておりますね。はい。はい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 。そこが啓太くんの良さです、きっと。あ、成長してるよ、丸くなった。あ、言われますね。それは丸くはなってますね。あの、怒りみたいな、なんていうんですか、その感情はかなり少なくなってきた方だと思いますね。うん。昔の方がかなり短期だったので、うん、怒りのコントロールはかなり効きますよ、今は。そこだけですね、はい、大人になった部分は。啓太くんおもろ、え、どこに、結構普通に真面目に喋ってたんだけど面白かった。いつまでも若い。本当ですか。年取りましたよ、だいぶ。どうしたら怒りを減らせますか。はあ、これはまあ何に怒ってるかにもよるんじゃない？うん。昔からそんなツンツンしてるイメージがない。ああ、それはもう騙されてましたね。上辺だけの僕に。上辺だけの僕にそれは騙されてましたよ。ツンツンしてましたよ。もう、本当にいろんな人に迷惑をかけてるんで。はい。でも、そんなこともなくなりました。5秒待つ。あ、なんか、アンガーマネージメントあるよね。そういう。5秒じゃ、6秒じゃなかった確か。怒りは6秒を我慢すればコントロールできるみたいなのは聞いたことありましたけどね。はい。あ、後ろの茶封筒ですか？これはですね、ケーブルを注文して、今朝届いて、まだ開けてないですね。これから、ちょっとこれ終わったらケーブルを。この部屋、スタジオ、っていうか音楽とか作ったりいろんなコード配線があったりするんで、そう、ちょっと後で変えようかなって感じですね、はい、すいませんね、こんな茶封筒そんな辺に置いちゃってね、はい、BGM にウィンズかけ、間違いない、ちょっとパソコンつけるわ。あー、 Mac だってことがバレた。起動音で Mac 聞こえた今、ブーンってやつ、起動音で、あ、こいつ Mac 使ってんなっていうのがバレたな今。個人情報気をつけて、あ、やめて、のぞかないで。
チャブ、あ、やばい、ちょっと待って、チャブと覗かないで。覗かないで。表面に書いてある。やめて、俺の個人情報。俺の個人情報、あの、白い部分で住所当てて、押しかけようとするのやめて。ねえ。マジで。そういう、そういう人たち、やめて。彼女と見てます。あ、ありがとうございます。Mac の起動音いいですよね。僕も気持ちいいです、あれね。個人情報はやめてよ。本当に。マジで。あ、あきません。パソコンだけつけても、スピーカーとかの電源つけてないんで、今スピーカーとかの電源をつけるために席を立ったら、あの茶封筒の白い住所とかいろいろ書いてあるところをみんなでガン見してズーム、スクショされて、ズームされて家バレるから、もうこっから動けない俺。だから今日音出せない。音出そうと動いたらみんな絶対住所割り当てるでしょ。引っ越すよすぐ。そんなことしてすぐ引っ越すよ。何の話？突然。椅子がモザイクになった。あ、大丈夫。大丈夫そう。よかったよかった。ちょっと待って。どうやろ？どうやってあいつを回収させよう？ドゥドゥン。ちょっと待ってよ。ドゥ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 ン。ドゥ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 ン。よっしゃ。よっしゃ。投げ捨てたったわ。投げ捨てたったよ。どう？もう大丈夫でしょ。はい。種も仕掛けもございません。種も仕掛けもありません。もうなくなりました。なのでみんなが僕の住所を探して、家に押しかけることはほぼ不可能になりました。皆さん残念でしたね。はい。ちょっと電源入れてくるわ。大丈夫？何も映ってない？何も映ってない？安心？ウィンズの曲流すか。普通に振り返ってよけた。そうだよね。こういうね、アホなことをしたくなっちゃうのよ、私がね。よくないね。じゃあ、何しよっかな。新しいアルバムを流しようか。一番新しい、あ、いや、ベストアルバムでもいいか。ね、いや、新しいアルバム流しようか。あれ、新しいアルバムなくなった？ウィンズ、あれ、ウィンズ新しいアルバムなくなった？うん？あれ、あー、なくなったのかな。あった。ちょちょ、音がすごくなってる。はい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 、こんばんは。はじめまして。はじめましてですか。ありがとうございます。ちょっとうるさい。ボリューム感わからんな。いやー、あと10日後ですよ、もうね。皆さん、10日。ちなみにちょっとライブ行く予定ないんですっていう人いるんですか？この
コメント、なんかあんまりコメントで僕行く予定ないんですってあんまり言うことないかもしれないんですけど。その曲4歳の娘さん、本当ですか？この曲好き。またライブでちょっとアレンジが違ったりするんで、違った楽しみ方ができると思いますよ。名古屋で行こうか迷い中。はいはいはい来てください。それは日本公演行く。ありがとうございます。子供が生まれたばかりだから行けない、それはしょうがないよね。うん、この前 MTV のライブで初めてウィンズ見ましたが、めっちゃかっこよかった。おお、ありがとうございます。ぜひね、また MTV のライブの感じとその単独のライブの感じ全然違うパッケージを持っていくんで、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。すごいね、めちゃくちゃ今まあリハーサルやってるんですけど、めっちゃ音が気持ちいいんですよ。なんでそう、これは味わいに来てほしいなっていうのがあります。はい、これがワンフレーズですね。一曲目は何でしょうね。まあこれはさすがにあれじゃないですか。最新アルバムで、アルバムツアーのタイトルも We Are なんで、これはさすがに歌われるんじゃないですか。わからないですけどね。うんうん。一人で行ってもいいですか。全然それは来てください。もう一人でも絶対楽しいと思います。あ、猫が反応しちゃってもすいませんね、本当。昔の歌も歌います。だからなんかね、すごいいろんな曲、いろんな曲っていうとあれですけど、うん、いろんな世代の人が、まあ20年やってるんで本当結構ね、その世代世代によってこの時代の曲が好きだなとかいろいろあると思うんですけど、いろんな世代のそのウィンズのことを好きでいてくれた人がみんな楽しんでもらえる部分があるんじゃないかなっていうのは今回ありますね。当日券も売ってると思います。まあ、もうチケット、いや、チケットまあ全然買えるんで、ぜひゲットしてください。全く今からでも、まあ、時間がもし合えば、ありがとうございます。あとあれですね、インスタライブやると、なぜかフォロワーが増えるんですよね、いつも。わし、フォローしましたっていう人が、めっちゃ出てくるんですよ。インスタライブってフォローしてる人にしかさ通知いかないはずなのに、なんでこう新しい人がフォローしてくれるんだろうね。いつも不思議なんだよね、それ。なんか調べられんのかな。ほら、またフォローしてくれた。はい、またフォロワー増え、なんでなんだろうね、本当に不思議。上がってくる。
めっちゃフォロワー増えるんだよな。今芸能人の誰がインスタライブやってて、ランバリに広告、あ、そうなんだ、へえ。しかもツイッターなんだそれは。うんうん、確かにツイッターでやるよっていう話もしたしね、それはありえるかも。子供行って大丈夫です、ぜひぜひ、みんなもう家族で楽しみましょう。それを ねー、なのでまあそのいつちょっと10日後までランダムでいろいろと YouTube でライブ配信したり、インスタライブしたり、 Twitter スペース、スペースっていうのも覚えたんで、この前もうやっていこうかなと思いますね。愛犬と見てます。あー、みんなが聴きたい曲をね書いてますね、このコメントに。ちょっと僕もあれですね、コメントして固定しちゃう方がいいですね。いやー、ちょっと難しいな。違うな。コメントしようとし、あ、やばい。戻れなくなった。あ、これか。あ、違う違う違う。ライブ終了した。違う。キャンセルキャンセル。危な。コメントしようとして、中止するところでした、ライブ。初日とラスイッチいきます。ありがとうございます。あ、みんなすごい、聞きたい曲を書いてくれてる。このハテナなんだっけ、クエシ、質問か、はい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 、まだ身長伸びてますかっていう質問がある。伸びてないんじゃない、お化粧してないですね。今日はもうリハ終わりで汗だくです。初見です、ありがとうございます。10日後にライブあるんで遊びに来てください。初見でいきなりライブに誘うというとんでもない行動してますが、改めて10日後からですね、3年ぶりのウィンズのライブツアーが始まるので、インスタライブとかいろんなこう SNS を使ってちょっと配信していこうかなと。本当にね、あの多くの人に、一人でも多くの人にね遊びに来てほしいなという気持ちが今回のライブは強いので、こうやって宣伝させていただこうかなと思います、うん、前からずっとファンでした、ありがとうございます。うん、楽しみすぎる。あ、みんなも緊張するのかな、やっぱり見に来る人たちも。いや、初日はね緊張しますよね、本当に。もう21年追っかけてます、ありがとうございます。すごい、いろんな曲タイトルが、いろんな曲タイトルが出てますよ。 MC をね本当喋りすぎちゃうんで、僕たち気をつけてます。はい、喋りすぎないように気をつけなきゃっていうのはね、ずっとずっと心がけてますね。はい、迷宮マインでウィンズにハマりました。ちなみにデビューからでしょ、おー、10、でも迷宮マインももう8年ぐらい前かな。
もう今回はオープニングからですね、もう1曲目から皆さんをこう圧倒するんで、覚悟しておいてください、皆さん。はい。ついてこれるか分かんないです。皆さんがついてこれるか分かんないぐらい、圧倒するんで、楽しみにしていただけたらなと思います。ダンサーさんもバンドさんもいらっしゃいます、もちろん。いやだから本当にね、ライブは、ライブ作ってると大変だなと思いますね。いろんな人がこう関わってもらってできるステージなんで、それダンサーさん、バンドさんっていうそのステージに立つ人だけじゃなく、本当に裏で大勢の人がこう細かい調整をしてくれてたり、いろいろ考えてくれてたりっていうのがあるんで、改めて今日またライブ作ってリハやってってやってる今最中なんですけど、なんかライブ作るって本当大変だよなみたいな、まあありがたいですけどね。たくさんの人がいるスイコール行きたくなるじゃん。いや行きたくなるんだったらもう来てください。ぜひもうみんながこう行きたくなるように今回インスタライブとかやってるんでね、これでみんなが来てくれたら僕も嬉しいですよ。関係者の皆さん健康でしょ。そういや本当健康大事ですよ。これなんかすごい揺れた。あ揺れる、あすごい揺れる。この前のロックな曲は送られ、いやまあいつかちょっと作りますね。なんかすごいみんないいよって言ってくれてたんで、いつか作ります。まあウィンズで出すことはないかな、さすがに。アラフィフだけど一人で参加し、ぜひ、あ全然もう関係なく楽しめると思いますよ。めちゃくちゃグッズあります。グッズもうすぐ発表になるんじゃないですかね。うん、確か。ライブの見どころか、どうだろうな。ライブの見どころでしょ。いっぱいあるな。僕はこうもう。最初のインパクトと終わり方の気持ちよさと中間のこの遊び心というか、それは心がけてるんで、その辺はこだわってるかもしれないですね。ライブに男の人がいると嬉しいですか。なんかデビュー当時とか本当にもう女性しかいなかったって言っても過言じゃないぐらいの中に男性いた時はすごい嬉しかったんですけど、まあ今ももちろん嬉しいですけど、なんかそのデビュー当時のほどじゃないって言うとあれですけど、なんかもうそれこそ男性の方も結構いてくれるようになったんで、なんかまあ環境的には今ありがたいなっていう気持ちではありますけどね。中間一緒に遊ぼう。一緒に遊ぶとかないですけどね。男一人で見に行ってますよ。結構気まずいけど、気にしないでください。そんなもん僕が
僕がもう僕が許します、許しますでも気にせずに遊びに来ていただけると。男性ファンです、なんかコメント多いですね、そういう方。もうだからみんながね当たり前のように来れるようになると嬉しいですよね。僕もなんかちょっと気まずいなとかっていう感じだと僕もちょっと悲しいですよね。そういう環境に自分たちがこうしちゃってるなって、こうはしゃいでんな。しかし家今日うちすごいはしゃいでます、犬と子供が。何犬飼ってますか？これがね実は秘密なんですね、はい。すごい叫んでる。ライブ楽しんでた、気まずいと関係ない。そうですね、メンズ大歓迎。いや本当ですよ、メンズファン多いですよ、多いですよね、嬉しいですね。ポメラニアン飼ってそう。めちゃくちゃイメージで、めちゃくちゃイメージで喋ってますね。ライブ男性の方結構いますよ。だから本当ですよね、嬉しいんですよ。だから最近そういう当たり前になってきてくれるっていうのがね。YouTube のそのメンバーシップの配信の方にだけこの間ワンちゃん登場させて、この間ね初めて 9歳だから9年目にして初めて出てきました、うちのワンちゃん。 You're beautiful now。痛みとともに僕は growing。 Beautiful Right now 光さす方へ。ライブ行くたびにも男性ファン増える、嬉しいですよね。子供たちもウィンズクルです、ありがとうございます。ワンちゃんバレたらなんかまずいです。いや全然何にもまずくないんですけど、ただ別にそういうのを出してこなかったっていうだけの話ですね。ワンちゃん18歳すごいね、めちゃくちゃ長生きだね。猫も好きですよ僕も。我が家も夫がすっかりファンス、いや嬉しいです。でもやっぱ同性がこう憧れる、あの男性になれるっていうのはこう男として一つ嬉しい部分でありますよね、うん、もちろんあの異性の方に好かれるっていうのも大変ありがたいですし嬉しいですけど、その両方からね応援してもらえるっていうのは、これはもうアーティストとしてはとっても嬉しいことだと思いますよ。昨日誕生日、あ、おめでとうございます。ザ・ファーストから立花さんのコメントが素晴らしく、そこからファンになりました。素晴らしいコメントしたっけな、なんかえ、なんかしてたか。いや素晴らしいコメント、ちょっとあれだけど、デビューからずっと応援してます、ありがとうございます。旦那がウィンズ年取ったなとか言ってきて腹立った。あ、僕ねこの間言ったんですけどね、そういう人にはねこうやって言い返してください。あんたも年取ったんだよって、僕基本的に言うようにしてますね。年取ったなって言われたら、お前もだよって、あの絶対
同じ年数生きてるんで、お前も年取ってんだよってそういう言い返すと、もう全員あははーでハッピーですはい。夏のツアー行きたかったら行けないですか？早寝早起き、ちょっと最近ね、こういろんなリハーサルとか重なってちょっと遅くなっちゃってるんですけど、まあでも全然昔ほど夜更かしはしてないですね。顔色肌のツヤ若返った感じですよ。もう僕今すごい元気になったから言うんですけど、僕めっちゃ体調悪くて、ほんとこの3年以上だな、5年ぐらいか。うん、5年ぐらい結構調子悪くて、それがもうどんどんみるみる元気になってきたんで、それでちょっとあれかもしんないね、肌のツヤが戻ってきたのかも良かったです。だからパフォーマンスも昔っていうか、そのこの数年で一番いいパフォーマンスできるんじゃないかなっていう気持ちではある。マジでびっくりするぐらい体調崩してたんでね、めっちゃ痩せてたじゃないですか。今より多分7キロぐらい痩せてたんですけど、そうそう、でも元気になったからもう過去のこととして、多分しかもその調子の悪さには戻んないんで解禁です元気ですか？元気です。睡眠大事です。はい。お父さんお母さんになってもずっとウィンズファンでいましょうね。あ、いてください、ありがとうございます。深夜3時のゲーム配信は本当ダメです。はい。隣で4歳の息子も見てる、ありがとう。息子さん、息子くん、ありがとうね。太陽浴びるの大事ですね。はい。いい経験ですよ、本当。僕それおかげさまで本当に健康について考えるようになりましたからね。やっぱね、元気な時は気づかないですよ。で、少しずつこう自分の体がね変化していくんで、もう気づいた時には結構大変なことになってることって多分多いと思うんですけど、まあおかげでこういろんなことに気づけたんで、うん、無駄じゃないというか、それ良かったなと思いますね。こっから自分のその体調管理とか、まあ、ベストなパフォーマンス出すための管理の仕方が分かってきたんでね、うん、もうちょっと早く知りたかったけどね。でもまあでもこればっかりは運命というか、まあ別に遅い、何事を始めるとか始めることに遅いことはないですから、僕はもう思い立った時がスタートラインだと思ってるんでね。だから今から僕は新しいことを思い立っても、いや今からやるの遅いかなとかあんま思わないですよ。もう基本的に思い立ったら絶対やるっていうことを決めてるんで。隣でケイタ君絶対化粧してるでしょってうるさい。あの僕あれですよ、すっぴんですって言ってなんかすっぴんメイクみたいなしてる感じじゃないですよそんな女子的発想じゃないんで、さすがにしてない時はしてないですし、今はしてないですね、はい、っていうかほぼ普段自分で。でも今最近ってさ、みんな男性の人も結構自分でメイクされるじゃないですか、プライベートとかでも。そういう方いらっしゃいますよね。だから僕もちょっと意識的にいろいろやった方がいいのか、髪の毛セットしたりとかさ、何一つできないんですよ僕。本当に
髪の毛セットもできないし、メイクも自分でできないし、なんかほんとね、ちょっと覚えようかなって思ってます、今さら。夏から秋にかけてツアーですけど、途中で曲は変わりますか？いやどうでしょうね、まあ、やってみて手応えで変わる可能性はゼロじゃないですけど、まあ今のところこのパッケージ行きたいっていう気持ちはあるんで、変わんない可能性が高い。ノーメイクも素敵ですよ。なんかすいません、お気遣いいただいて。さすがに化粧水とかつけても、あのですね、私、この 2,3 年でですね、スキンケアを覚えまして、その前までですね、あの化粧水すらも嫌な、もうめんどくさいと、お風呂上がって化粧水つけるのもめんどくさいみたいな気持ちだったんですけど、さすがにちょっとスキンケアした方がいいんじゃないかなと。まあこの 2,3 年ですごい一生懸命頑張って、まあ5年前ぐらいからちょっと化粧水とかは、化粧水とか5年、もうちょい前かな、もうちょい塗るようになって、この 2,3 年前に美容液っていうのとクリームを覚えました。この 2,3 年で僕は化粧水で、この後ですね、この2ヶ月前ぐらいからですかね、導入液でしたっけ、なんかその最初化粧水の前に塗る液体があるっていうのもこの2ヶ月前に覚えて、今いろいろ覚えましたねはい、久しぶりに声聞きました。変わってなくて安心してた。変わってないですか、よかったです。日焼け止めはねしないんですよね、僕なんか太陽浴びたくて、すごい太陽浴びたくてね、日焼け止めはあんまりしてなくて、逆に日焼けしたいなと思っちゃってるんですけど、でも日焼けも良くないんですよね本当はね。ただ結構その暑い日が好きで、僕はこうよく日光浴びに行ってますよ。奥さんは教えてくれない、だから僕がちょっとそういうことを気にし始めて奥さんに教えてもらったって感じですね。こういうのを使うといいんだよみたいなので、僕はもう言われた通りに、はいそれでお願いしますみたいな感じで、じゃあそれお借りしますみたいな感じでやるって感じですね。シミが怖い、そうなんだ。っていうか今もう44分か、これどっか、あ43分 OK。シミになる、あシミになる、シミになるって言われてる、あ本当、そっか、どうしよう、じゃあ日焼けもしない方がいいってこと。でも太陽浴びたいんだよな、気持ちいいんだよね。こんばんは、ゲッタン。シミやシワにもなります、シワもです。どんなに化粧水塗っててもダメなの？化粧水と美容液とクリームで全部対応できるんじゃないの？ダメだな、勉強不足だわ。すげえ、みんなにめっちゃ教えてもらってる。メラニンは大敵、めちゃくちゃ教えてもらってるわ。日焼け止め塗って浴びてもちゃんと暑いから大丈夫だそんなに日焼け止め大事なんだ、マジで。日焼け止めして太陽浴びたらいいの？いやなんか日焼け止めしたらさ、僕の体に入ってくるあの太陽というエネルギーがやっぱちょっとその日焼け止めによってなんか半分ぐらいしか入ってきてないんじゃないかみたいな気持ちになっちゃうんだけど、関係ないのか。日焼け止めして太陽浴びた方がいいのか。1月3月の紫外線が一番、そうなの？
マジっすか。大丈夫、エネルギー届いてる太陽のエネルギーは日焼け止めです。ストップしないです恥ずかしい、むちゃくちゃ恥ずかしいよ俺。なんてこと注意されてんだ俺、小学生に注意するみたいな恥ずかしいよ。そうですよね、うん、そりゃそうですよね。かしこまりました。日焼け止めベタベタするんだよな。まあちょっと塗るか。え、みんな何毎日塗ってんの日焼け止め。そんなことないでしょ、日が強い日だけ日焼け止め塗ってんでしょ。シミは外から塗っても取れないって言われました。あ、マジっすか。え、そうなんだ、勉強になるな。毎日塗ってる、家の中でも塗ってる。あれ毎日塗るもんなの？ちょっと待って、寝る前は塗らないでしょさすがに。マジでちょっとびっくりなんですけど。日焼け止めって太陽に当たるから、その太陽に当たる時に塗るもんじゃないんだ。マジでちょっとびっくりなんだけど。あ、寝る前は塗らなくて朝起きた。びっくり、びっくりです。勉強になりました。奥さんにも聞いてみて、いや多分ね、うちの奥さんも毎日塗ってないですよ絶対。それだけは間違いないです。外に出るときは塗ってるイメージあるんですけど、だから今びっくりしてる。大概の人が今毎日塗りますってなってた気がするけど、いやコメントしてるからか、コメントする人がそういう感じだったのか。でも結構いたね、毎日塗ってるっていう人。へー、すごい、みんな意識高いな。意識高いわ。やっぱもっとちゃんと知らないとダメですね。私も同じぐらいビビってますよ。本当ですよね。素晴らしい。いや勉強になりました。ありがとうございます。まさか、10日後のライブを皆さんに来てもらえるように始めたインスタライブ、ぜひ遊びに来てくださいというこのインスタライブでですね、美容について皆さんにご指導を受けることになるとは思ってもおりませんでした。ちょうどあと10分ぐらいで1時間なんでね、それで終わろうかな。いやー、ありがとうございます。本当に勉強になりまして。ファンデーションにも日焼け止め入って、いやもうずっと美容のライブ、美容の話が尽きない。みんな詳しすぎる、詳しすぎるよみんな美容に。ええ、ま、そうっすね。ただ毎日塗ることはちょっと抵抗があるな。逆に肌荒れそうだけどな、そんなことないのかな。肌にいいのかな。肌にいいと思えないんだよな。まあいいか、うん、ライブ行きたいです。ぜひ遊びに来てください。ぜひぜひ。ウィンズの歌をもっとみんなに知ってほしい。もうみんな、もう一人、もうお友達一人に、一人でも多くのお友達にね、
おすすめしてみてください。ぜひ僕も頑張りますんで。大阪のライブ行きます、ありがとうございます。いやまあもうこっからね、結構本番までもう立て続けにずっとリハーサルをしてがっちり固めていくんですけど、楽しみですね。はい、いや今年のライブは絶対こういいと思うんだよな。まだやってないから何とも言えないんだけどね。イメージではなんかちょっと違うなみたいな感じを、まあ、ウィンズらしさというか、うん、なんて言えばいいか分かんないんだけど、すごいね、過去に戻りながら新しい未来を歩くみたいな感覚的には、過去に戻りながらっていうとあれですけど、そう、なんかそれがすごくうまく今年はいくんじゃないかなっていうのが自分の中のそのテーマの一つで、これがうまくいったらかっこいいのになっていうのがうまくいきそうな予感がしてるんで、楽しみですね。もうやる僕も楽しみですね。はい、すっごいすっごい元気に置いてる。バンドさんいますよ、初日楽しみにします、ありがとうございます。バンドさんもいますしダンサーさんもいるんで、うん、結構新しいものになってるんじゃないかな。うん、10月のライブ行きます。10月までですもんね。公演だけじゃ満足できなさそう。あー、うん、いやでももちろん1公演でも大満足してもらえるようなライブにはしようと思ってるんで、福岡公演行きます、ありがとうございます。いや楽しみですね。うん、すごい楽しみだな。あ、フレッチさんまたスペースのしましょ。めっちゃ楽しんでるでしょ。だってスウィッチさん完全に、え、ちょこれなんかすごい揺れるんだけど。この間ね、そうフレッチさんと、まあこの間テストでスペースやったんですよ。そしたら古市さんが聞いてくださってて、でそのスペースにその似たクラブハウスっていうお話のアプリの時に本当に毎日のようにね古市さんと喋ってたんで、ちょっと久しぶりにあの感じを思い出したいなと思って古市さんをこの間誘って1時間ぐらい喋ったかな。めっちゃ面白かったっすね、本当に面白い。もうスリッツさん本当に面白いね。僕同い年ですからね、まさかの。なんかもう大先輩に感じちゃうんだよね、あの落ち着きが。落ち着きとなんかこう物の捉え方の角度とかがもうすごすぎて同い年と思えない、もう年上に感じちゃっていつも。普
通にこう先輩と話してるような感覚になっちゃうんだよな。クラブハウスはまだやってないです。もうやってないですよ。スペース面白かったですよね、ほんとね。同い年はみんなびっくりでしょ。そうなんですよ。暴走を止めてくれて助かりました。クラブハウス復活しないねそうです、あのこの間のそのスペースは古市さんがね、本当にあのまあ毒舌で有名ですから、あの誰も得をしないようなね毒舌を言うわけですよそれを僕がこう一生懸命止めながら古市さんと話すっていう、あれは面白かったですね。暴走ちなみに古市さんあれ暴走じゃなくて通常運転でしたよ多分、はい、何も暴走とは僕は感じなかったです。いつもの古市さんがやってきたなっていう中で僕はお話させていただきました。そう、そんなね古市さんがねウィンズのことをねすごい好きでいてくれるというか褒めてくださったりしててありがたいんですよね。なかなかこう人を褒める人じゃないっていうかそういうなんかね印象が僕はあったんで怖かったんですけど、すごい優しくね、あのウィンズの昔の曲とかアルバムの曲とかも知っててくださってたりしたんで、すごい嬉しいですよね。好きな歌たくさんありますよ。ありがたいですよ。ちょっとじゃあまたスペースでこのライブの宣伝をするときはもうちょっと古市さんのお力も借りながらやりたいですね。これあれですね、僕がフォローしてる人が見に来ると出るんですね、見に来ましたみたいな。あ、1時間で切れるんだこれ。残り1分って出た、残り1分50秒って出た。切れちゃうわもう、ごめんねみんな。自動で切れるみたい、1時間で。あれ前からそうだっけ。そうかそうか、ごめんなさい。ということで、まあ、改めて、あと10日後ですね、8月の5日から3年ぶりのウィンズライブツアーが始まりますので、もし皆さんお時間がある方は遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。本当にこう過去の作品から最新の楽曲までを、で自分たちのパフォーマンスもこう過去の自分たちが見え隠れしつつ新しいウィンズになってるっていうのが今回はお見せできるんじゃないかなっていう気持ちです。悩んでるという方、まあ見に来るという方はねぜひ楽しみにしてもらいたいし、どうしようかなという悩んでる方はぜひこの配信を見て行きたいと思っていただけて後押しできたらなという感じでありました。あ、勝地さん来てますよ。コメント見逃したかも、大ちゃんの。あ、いた、あ、いたいた。やーだけいちゃんラブやーだけいちゃんラブっていうコメントを見て、勝地亮さんのそのコメントを見てですね、もう10秒切ってまいりましたので最後にやーだけいちゃんラブっていうのだけを皆さんにお伝えしてお別れしたいと思います。それでは皆さんまたやりますんで、バイバイ。